ああ、疲れた。今日も仕事疲れたね。今日も一日みんなお疲れ様です。温泉でも行こうか。嫌な予感がするぞ。なんか、胸騒ぎがする。よし、みんな、討伐しに行こう、あのジェイソンを。普段は優しいジェイソンを。普段は優しいジェイソンを討伐しに行こう。とりあえず普通に当たりに行ってみるか。ダイナモとパブロの格の違いを見せつけられるかもしれない。行くよ、突っ込むよ、行くよ、せーの。誰も行かない。あ、行った、行った、行った。やばい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 。俺だけ臆病だから行かなかったわ。みんな大丈夫か？怒ってる。俺が一人だけ行かないから怒ってる。わかったわかったわかった。無理言うな。行くよ。行くからね、今度は。俺！はははは、そそうだ。そりゃそうだ。あ、来たぞ。来たぞ、ジェイソン。来たぞ。来たよ。倒しに行くの大変だろうな、これ。来たぞ、来たぞ、逃げて逃げて逃げて、逃げつつでも攻撃しないと。逃げつつ攻撃しないと。怖い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 。振り向くんよ。あ、やった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 。いけ、今チャンスチャンス。あーあああ、でもチャンス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 。やばい、行けなくなった。行けなくなった。惜しい。惜しい。ジェイソン後ろが、あ、今チャンスじゃない、今これチャンスじゃないか。みんな今チャンス。終わった。行くなくなった瞬間の変わりようがやばい、みんなの。いや、怖い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 。みんなタイミング測った。今だ今だ今だ。やばい、危ない、気をつけて。ああ、惜しかった。ジェイソン来たぞ。ジェイソン来たぞ、みんな。あ、頑張って逃げて、引きつけて引きつけて。そうそうそう、引きつけて。いいね。いいね。あ、今チャンス今チャンス今チャンス。あれ、いない。おお、危ない危ない危ない。急に出てきた。急に出てきた。とりあえずインク回復して。あ、ナイス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 。あ、今行くないんじゃね？行け行け、行くない行くない。いやいや、こっそ俺やられた。少ないインクでやられたけど。ほら。なんだこの遭遇は。あら、向き合っちゃって。こっち見た。こっち見た。二人とも仲いいの？仲悪いんだ、二人。あ、そうなんだ。こんにちは。そして、今から、戦ってもらおうかなと。二人にね、ジェイソンとヒレオに戦ってもらおうかなと思います。喧嘩したい。ヒレオが、ヒレオがカメラに、ヒレオがあっちのカメラを撮ってる。ねえ、映らないようにしてる、ジェイソンも。ああ。よし、定位置に着いた。じゃ、これから、ジェイソン VS、ヒレオ、あれ？あれ？ヒレオどこだ？どこ行った？あれ？ヒレオくんいなくなっちゃった。あ、いた。待って。こいつ、タイマースタート！さあ、始まりました。タイマンが始まりました。もう最初からね、ちょっとね、おかしい。後ろを取ってる。ヒレオさんが後ろを取って。ヒレオさん後ろを取って、ジェイソンを。射程は負けてるけども。ヒレオさん射程は負けてますけど。いきなりあれですね、後ろを取ってから始まりましたね。気づいてしまいました。ヒレオさん倒した。ヒレオさん倒していく、ジェイソンを。一生ですね、まず。報告しに来た。しかも塗ってる。しかも塗って。
歩いて帰った？歩いて帰った？いや、塗ってる。さあ、タイマン。ただいま、ヒデオくんが1ポイントリードで、お送りしております。どちらが勝つのか。ボムもスペシャルも何でもまあありなのでね。自由に戦っていただきたいんですけども。お、めっちゃ索敵してる。後ろヒデオさん、器用なヒデオさんが、やられた。え、ジェイソン？ジェイソン報告してきた。なんかちょっと煽ってなかったか、ジェイソン。気のせいか。ヒデオさん切れるぞ、煽られると。あ、ボムが危ない。スペシャルを貯めたのはヒデオさん。ヒデオスペシャル使ってきたよ。ヒデオさん。周り、あ、近づけない。射程が長くて近づけない。なんだ、その動きは。ヒデオさん、その速い動きなんだ。あ、煽ってる。ヒデオさんが煽ってる。ヒデオさんめっちゃ煽ってた、今。ジェイソンさん、ずっと、まだ俺当たる。危ない。俺に当たっちゃう。どうなる。どうなってる、これは。頑張れ。出られなくなってる、ヒデオさん。タイミング見て、ああヒデオさん。ヒデオさんやられた。ジェイソンが報告しに来た。このまま終わっちゃうのか？ 2 勝1敗。このまま終わってしまうのか？ヒデオさん頑張れ。ここにいるぞ、ここに。頑張れ。近づけるか。行け、頑張れ。ヒデオさん。今回ジェイソンが勝ったわ。ねえ、見た？今の見た？間通ってったぞ。僕たちが話してる間を通っていった。あれは許せないな。ここは協力して、あのイカちゃん倒さないか。カッチーン！ブチ切れました。今のはないだろ。今のはないよな。はい、間違えました。箱具倉庫縄張りバトルです。よろしくお願いします。まあ、縄張りバトルと言ってるけども、なんか、ヒレオくんとジェイソンが、なんか、徒党を組んで、二人で、まあ、いつも喧嘩してる二人なんですけど、共通の敵を見つけた。まあ、それは俺なんだけどさ、共通の敵にボがなりました。なんか、奴らの、やばい、危ない。奴らの左右に移動したらさ、切れた。やべ、ヒデオのボムにやられる。やべ、危ない、危なかった今。ヒデオやれそう。ヒデオやった。ヒデオやった。ジェイソン！よし！倒した。出てくる。出てこい。よし、ヒデオとジェイソン倒した。いつも仲悪い二人がね、共通の敵を見つけるとこう仲良くなるんですよ。しかし俺は簡単にはやられない。ボスとして、ラスボスとして、やっていく。危ない。いや、ボムの量とか、やばいな。やべ、インカーマン使ってきた。やだ！オッケー、ジェイソン倒した、ジェイソンの方倒した。ヒデオ倒した。ダメだね。まだジェイソンとヒレオ温まってないんじゃないか。ヒレオとジェイソン、どうする？あ、一人ずつは来ないか。ちゃんと待ってるな。仲良し。え、でも感動する。いつも仲悪いから。お、一応ジェットパック溜まってる。行こうか。ヒレオから行こうかな。ヒレオ倒して。やばい。やべ、あー、ジェイソンにジェットパックなど狩られた。ヒデオは倒したけど、やばい、ここからが厳しいぞ。いやー、
まあ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 、でも、いつも仲悪いから、あの二人は。今日は、仲良くなってて俺は幸せよ。嬉しいよ。このボムはちょっと嫌だね。いやでも本当になんで怒ったかわかんない。横に動いただけなんだよ、俺。インカム使ってきたね。インカム使ってきたね、これ。オッケー、割った、一人割った。よいしょ。おい、なんかヒデオあそこにずっと構えてるぞ。顔が見えてる。いける。いける、これ。やべ。やべ、インカマ2個目。インカマ2個目。そう、ヒデオにやられた。やばい。ここから仲良く二人で攻撃してくる。そう、やばいやばいやばい。俺らの縄張りバトル、俺の縄張りバトルが。なんかヒデオいる。危ねえ。危ない。これ倒せる。ジェイソンだけなら。ジェイソンだけなら。あー、誘致だ。くっそー。いい戦いだ。でも縄張りとしては負けちゃった。これは勝てないな。ちょっと違うルールもやってみるか。2対1で。あの2人仲良くなってて嬉しいよ。はい、マッチングしました。ビーバスパークガチホコバトルです。一人です、私は。よろしくお願いします。2対1のガチホコバトルなんてな。ほぼ持っていくのが一番厳しい気がするけど。まあ、せっかくなので、いろんなルールやりたいなと。もうなんか寂しいよね、2対1。割れるかな。無理だ。無理だ、一人じゃ割れん。一人じゃ割れん、これ。あー、保護所。保護所がきつい。待って、保護所がきつい。これ絶対止めなきゃいけない。やばい。ジェイがいる。ジェイソン。保護所埋め。これ、ジェイソンいないこれ。あ、ジェイソンいる。やばい。あー、ヒレオの誇りやられた。待って、うまい。終わっちゃうこれ、もしかして。一回死んで終わる。なんか、待って、暴力。ここの暴力してくる。ヒレオ、それはダメだ。これは子供が見ちゃいけないやつだ。これはやばい、出れない。危ない。うら、ジェイソン。ずっと生きてる。ヒレオ。終わんな。割れた。何やってんの、ヒレオくん。花を持たせてくれたのかな。お前も持てよってことなのかな。ちょっとこれ持ってこう。一人で。ちょっと頑張ってみよう。一人で矛なんてなかなか難しいけどさ。ジェイソンやりそうじゃない。ジェイソン来るね。ジェイソン来るけど、ヒレオも来る。うわぁ、ヒレオしかやれなかった。バレてないかな。誰が持ってんのこれ。ジェイソン持ってんのかな。これジェイソン持ってるね。あ、ヒレオにバレてないこれ。あ、バレてない。やった。バレてないぞ。よし、これ割って、このまま持っていっちゃおう。左だ。このまま左だ。このまま左に持ってって、ヒレオ来るぞ。うわぁ、そう、ヒレオにやられた。あれ、これ持ってくの厳しくないか。いや、ジェイソン倒した。このままジェイソンを倒した。とりあえずジェイソンを倒した。うわぁ。ヒレオのおこちょっと狂気なんだよ。来るな。俺に花を持たせてくれ。おこショットが危険だ。ういやった。ジェットパックは強いよね。ジェッパはね。僕じいさんが割ろうとしてる。やばいな。割れないな、一人だと。全然割れない。見て。全然割れない。ほぼ全然割れん。ずっと打ってるけど。俺ずっと打ってんだけど、ほら。あ、いける。割れない。あ、割れない。全然ほぼ割れない。ヒレオめっちゃこっち見てる。
オッケーオッケーオッケー、われ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 、あ、ダメか。おい、ヒレオめっちゃこっち見て、なんか観察してるぞ。割れないか、やばいやばい、割れちゃう。まず矛が割ること難しいわ、普通にやったら。ジェットパック使っていいかな。ふい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 。そこにいたのか。今チャンス、今チャンスだ。よし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 、やばいやばい、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 やっとちゃんと持ってきる。いや、マジで頑張ろう、ここ。ここマジで頑張ろう。ここちゃんとクリアリングして。どこにいるんだろう、ジェイソン。これ、ヒレオか。あ、ジェイソンもいるね。あ、ジェイソン降りてきた。あ、ジェイソン倒した、ジェイソン倒した、ジェイソン倒した。残り30秒。ここヒレオね。ここヒレオ。ここヒレオね。ヒレうまい。いや、ヒレうまい。ヒレうまい。無理だ。一人じゃ無理だ。俺の力じゃ勝てなかった、この二人。それでは今から、ヒレオくん対ジェイソンくんのバトル、3本バトルをしていきたいと思います。最初の1種目目、アサリ投げ対決。このルールは、このね、線から越えないように、ファールしないように、でっかいアサリを遠くに投げた方が勝ちです。それでは、ジェイソンから、ジェイソンからお願いします。線は出ちゃダメですよ。ジェイソン、ジェイソン投げた。おお、そこそこ飛んだんじゃないか。そこそこ飛びましたね。続いてヒレオくん、ヒレオくんの番です。1回目はジェイソン結構遠くまで飛ばしたね。投げた。ヒレオくんファール、ヒレオくんファールです。線を出てしまったためファールです。ヒレオくん線を確認したな今。2個目投げた。ヒレオくん、ヒレオくんね、ヒレオくん、あの投げるときに投げた後出ちゃダメ。ヒレオくん投げた後出ちゃダメ。ルール分かってなかったもしかしたら。ヒレオくんルール分かってない、繰り返し見てる。2回目もですね、線をこう出てしまったためファールになります。ヒレオくん記録ゼロ。それではジェイソンの2投目いきましょう。自分の記録を越すことができるのか。投げた、いった。おー、線は出ていない。そして自分の記録を越した。あのヒロ君が、ヒロ君ちょっと線伸ばしてないか。ファールになったヒロ君、ちょっと待って、線伸ばしてない、気のせいか。それではヒレオくん第2投投げた。投げたけど、これはジェイソンが超えられていないか。ストップ。ヒレオくんの距離ですね、ここでしたね今。ヒレオくんここだったので、最初の勝負、ジェイソンの勝ち。怒ってる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 。いやいや、ルールだから、ルールだから、これルールだから、ルールだから。危ない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 。第2種目、反復横跳び。早い方が勝ち。まあ、これは俺が判断します。でも、いい感じですね。でも、ヒレオくん、ヒレオくんなんかめっちゃ早い。ジェイソンより早いぞ。やっぱり、修行をしただけヒレオくんの方が早いのか。あ、これヒレオくんの方が早いな。反復横跳びはヒレオくんかもしれんな。抜いてるもんな。早い早い。ヒレオ、早いね。第2種目、ヒレオの勝利。ヒレオめっちゃ煽ってないかな、ジェイソンも。ヒレオ、ジェイソンもめっちゃ煽ってる。
なんか、強者の余裕を感じる。なにこれ。第3種目、縄跳び。最初に引っかかった方が負けです。それでは、よろしくお願いします。あ、縄跳びが動き始めました。最初はゆっくりかな。おぉ、危ない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 。おぉ、うまいうまい。うまいよ、おーいいよ。縄がちょっと合ってないかな。縄がちょっと外れてた今。うまいうまい。おお、タイミング合ってる。早くなってる。だんだん縄が早くなってるぞ。おお、うまいうまいうまい。まだ誰も引っかかってない。おお、タイミングが。うまい。うわ、なんかもう縄がぐちゃぐちゃ。縄がぐちゃぐちゃしてる。やっぱり縄がだんだん上に上がらなくなってきて。なんか、縄が2個、ダブルタッチみたいになってる。だんだん遅くなって、なんだこれは。なんだこれは。ちょっと待って。ヒレオさん怒った。ヒレオさん怒ったぞ。ヒレオさん怒った。縄が分かれてヒレオさん怒った。なんか、なぜか、絆が生まれた。なんか、仲良くなってる、二人。縄が悪いみたいな。二人で仲良くなった。なんか二人が仲良くなりました。ということで終了。一勝一敗、一引き分けで。今回の勝負は持ち越し。次回へ持ち越し。